お花紙貼り絵松竹梅。今回は竹の作り方です。お花紙は重ねて一度に何枚も一緒に切ることができます。緑色のお花紙を小さく折りたたみます。そこに竹の葉っぱの模様を描きます。これをこのまま重ねて切り取れば、竹の型紙の出来上がりです。このままでもいいのですが、葉っぱの筋をつけるには折りたたんで、そこを細く切り取ります。こうして作ったものを並べます。そして上から糊を薄く溶いたもので貼り付けます。筋のない方は貼り付けたら乾いてから色鉛筆などで線を入れると出来上がりです。